Hôm nay thì mình và cô Tô Kết Văn và thầy Xin sẽ cùng nhau nói về cái âm thanh của các loài động vật, tiếng Nhật như thế nào, tiếng Hàn Quốc như thế nào và tiếng Việt Nam như thế nào. Yeah! 日本語でチキンです。チキン、ニワトリ？ニワトリです。ニワトリの鳴き声。ニワトリの鳴き声はコケコッコー、コケコッコー。韓国は国旗をですね。国旗をおかしいよ。おかしいよ、ね。おかしいよ。おかしい。ベトナムは？ベトナム語では。かぶっちゃってる。笑い声がかぶっちゃってる。そっちが笑って。もう一回やる？ほら。です。いや。はい。じゃあ次なんでしたっけ？犬は何ですか？ベトナム語では、はい、ゴー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 。はい、じゃあ韓国語はモン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 ですね。モン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 って日本語ではワン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 。可愛いですね。ワンワンワン。ゴーゴー。猫猫知ってますか？猫日本語は何ですか？ニャーニャー。え、普通でしょ？ニャーニャー。にゃん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 。はい、ベトナム語は？ミャオ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 。あ、似てる。ちょっと妙です。微妙です。妙だな。じゃあ、韓国語はニャオ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 。でも日本が一番可愛い。にゃんにゃん。豚にしましょう。豚。韓国語はクル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 ですね。え？オッドイット。先生の笑い声で。前面何個板だ？オッドイット。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 どこが？オッドイット。オッドイット。じゃあ今度はひよこ。ひよこしてみましょう。はい。じゃあ日本から。日本語はピヨ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 。可愛いですね。ピヨピヨ。ベトナム語。ベトナム。チップチップ。難しい。もう一回。チップチップ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 チップ。ひよこを呼ぶときはチップ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 。チップチップチップ。韓国語はピヤピヤ。ピヤピヤ。ピヤピヤ。ピヨピヨと似てるね。じゃあ最後、赤ちゃんはどうやって鳴くんですか？鳴き声。ベトナムの方が。はい。ウェーウェー。もう一回言うね。ウェーウェー。韓国語ではうげー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 。おかしいよ。ウェーウェー。おにゃーおにゃーおにゃー。アヒル、アヒルはどうですか？アヒル、アヒル、わっわっ。本物、本物。わっ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 。クエ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 。ガーガーだ。ガーガー。っていうことで、はい。はい。以上、韓国語、日本語、ベトナム語の動物の鳴き声について披露してみました。